あ、回ってなかった。こちらがジェノバのモランディ橋の真下にある、公営住宅であります。先ほどミラノから A7 の道、かなりこれは高速でもジェノバに近づくにつれてですね、非常にこう山道で、私の運転でもなかなか100キロ以上では到底走れないというような高速というよりも山道のようなところです。でこのミラノから降りてくる A7、 それに対してフランスの側から走ってくる道、そしてアレクサンドリアというですね、ミラノよりも西部になるピエモンテの方から降りてくる道、そしてさらにはポルトフィーノ、ラッパロの方からジェノバへと上がってくる道、これらが全て交差をする地区であります。非常に 山肌が迫ってる港町であるジェノバというのは、まあ、神戸の山肌が迫るなどというのとはですね、比較にならないほどのような場所です。私も幾度かこのモランディ橋自体も、レンタカーで通ったことがある場所であります。実は橋の真下までと思ったのですが、行くことは現在はできません。A7 を走ってミラノから来るときにちょうど橋の橋脚が壊れている部分が高速上から見れましたが、さすがに私が運転をしていたのでその部分は、映像として撮ることができていません。最後の不明者も見つかったわけですが、映像を撮るのを控えましたが、この集合住宅のその先に白いテントがあって、そこにそうした関係の方々が今もいらっしゃったりする状況です。